青コーナーより先日のアルティメットチャンピオンドンフライ入場。入場してまいります。赤コーナーより天山広義入場。猛牛天山広義が雄たけびを上げながら入ってまいりました。スペシャルシングルマッチ、時間無制限一本勝負を行います。青コーナー185cm 110kg ドンフライ赤コーナー 183cm 115kg天山広義天山沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。掴みます、強烈に打ち込みます、顔面を捉えます、組みに行きます、グラウンドに持っていきます、相手を挑発してまいります、掴んだヘッドを打ってまいります。このあたりラフに転じてまいります。行くのか、ロープに振って、あっとラリアット抱えます、バックブリーカーで落としてまいります。首筋へのチョップです。顎を狙ってまいります。こうやって気持ちが前に出る姿っていうのは見ていて気持ちいいですよね。そうですよね、なんかスカッとしますよね。チョップであります、ロックアップ、アマラス式で倒してまいります。顔面に突き刺さります、逆水平を打っていきます、掴みます、頭突きを打ち込みます、
この天山博義の魅力を語る上で外せないのがこの男の受けの強さであります。相手の技がどれだけ来ようとも真正面から受けてみせる天山のハードボディ、その頑丈な体こそが天山博義の最大の武器なのかもしれません。ガードします。させません。腕をフックした。蹴っていった。いけるか。あっと急所攻撃。お脇にかかっ、後頭部が悲鳴を上げる。バックドロップ。ブレンバスター行くのか。あっと逆に脇固めで切り返す。掴んだ。モンゴリアンチョップ強烈。引き起こす。バックに回っ、ジャーマンスープレックス。ここが踏ん張るとこですね。そうですね。こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。ジャブを打っていく。チョッパー。起こした。ガチッと組み合った。マンハッタンドロップ。首根っこを打つ。厳しい攻めを見せる。フックを打っていく。顔面を捉えた。打ち込む。膝小僧が暴れる。もうこれは無酸素状態ですよ。はい、まさにレスリングハイですね。ライアット立たせていく。組み合った。組み合った。腕を回した。あっと逆に腕を取った。ロープブレイク、ロープブレイク。抱えた。ローキック強烈。あっとパンチ強烈。いけるか。あと逆に投げていった。トップロープを奪う。トップロープからのイエキック。ガチッと組み合った。正面から投げていった。掴んでモンゴリアンチョップ。起こした。腕をフックした。天山ドライバー首根っこがへし曲がった。10分経過。10ミニッパー。ブレンバスター行くのか。おっと逆に腕を取った。耐えました。抱えた。シュミットリー